喜一宝願、長崎奉行柳田藤右衛門を父に持つ。その父は異国との密貿易を迫られ、役人は不正を取り締まる立場にあると固く拒んだため、突如襲い来たエスパニア剣士ゴンザレスによって妻と共に惨殺された。さらに剣は伸びて若きこの男の喉を引き裂き、声を奪い、許嫁菊の緒も辱めた。すべては18年前のことであった。柳の一枝にそれと知る春さえ心を許す。旅を続けてゆく酒の一つ。空さえ映さない孤独をぶら下げて、男の
元締めに早く知らせんだ。おーし、大変だ大変だ。富安のスケジュールがやられたぞ。はい、見立ててくれ。富安のスケジュールやられたぞ。おい、おい、出てくれ。なん出てきてくれ。おい、出てきてくれ。富安のスケジュールやられた。どうぞどうぞ。富安スケジュール、スケジュール、スケジュール、ごめん。これでやるぞ。スケジュール。六里一家の元締め、お中と申します。縁もゆかりもない者の仏をわざわざご丁寧にお届けくださり、ありがとう存じます。丸田一家の仕業に決まってるんだ。よし、二人の弔い合戦に殴り込むんだ。静かに押し、勝手に騒ぎを起こしたら承知しないよ。突っ立てないで早く仏を家に入れなさい。汚いところですが、どうぞ。どうぞ。少佐。え？旅人、おめえが相手になろうってのか。このお方は六里一家の大切なお客人、喧嘩沙汰は許さないよ。男の喧嘩に女が出しゃばるんじゃねえ。突っ込んでろ。そうはいかないね。痩せても枯れても六里一家の元締め、お前たちも丸笹一家に飼われてる豚なら、元締めを立てて筋を通したらどうだい。筋の通った話ならいつでも聞いてやろうじゃないか。来で不埒な刃物三昧、双方とも即刻刀を引け。引け。おい坊主、これで終わったわけじゃねえんだぞ。どうぞ。待て、お花か。加賀様御用大織物十反、金町の宿に未だ届かずとの訴えがあった。当方で調べたところ、越えた峠の谷底にその荷物が眠っておったが、これは一体どういうことなんだ。たった今、園に送った人足二人の仏が届けられたばかりで、これからお届けに上がろうと思っていたところでございます。黙れ。これでお前のところの不始末は三度目だぞ。前の二件、まだお調べがつきませぬか。
ただいま調べておる。しかしこの度の件も含めて六里一家の責任は免れぬぞ。お約定通り弁償はいたします。再三の不手際、藩勘定奉行の手代として領内警備の責任を持たされたわしとしてはこれ以上黙認はできぬ。三日後金沢より到着する予定の陶器の送りにもしものことがあれば中馬の観察は取り上げるから、そのつもりでおれ。お一つだけでも。お侍様、もしご迷惑でなかったらここへいつまででも逗留してくださいませ。正蔵、お客人の前で弱音はおよし。でも元締め、このままだと丸笹一家に食われてしまいます。およしったら。お侍さんはこれからどちらへ？この侍、丸笹一家によく顔を見せた厚木十兵衛です。顔は似てるようだけど、手配書の名前は無垢利平だ。そりゃ名前は何とでも言えますさ。きっと厚木の野郎です。間違いありません。お侍さんはこの男を追ってらっしゃるんで。その厚木っていう侍は、あの三兄弟も歯向かいできねえくれ腕が立つと聞いておりますが。どこに。正蔵、お前この男の居場所を知ってるか？居場所は知りませんが、月のうちに何度か丸笹の家に現れてますから、この宿場で待ってりゃきっと会えますわ。どうしました？今夜だけでもここへ。いえ、もしここがお気に召さないなら私の方でお宿をお取りしますから。正蔵、お見送りして。それじゃあ俺たち三兄弟が頼りにならねえってことかい？いやいや、そんなつもりで言ったんじゃないんだ。ただあの旅の侍に敵に回られたんじゃちょいと仕事が手間取るんじゃないかと心配したからよ。奴は必ず俺たちで始末をする。一平は片腕を揉まれたんだ。お前たちの道山流殺法じゃ力不足じゃねえのかい？俺一人で十分だ。おとじめ、あの旅侍、外れの小屋へ入ってきました。え？ろくにわらじ抜いたんじゃねえのか？いい。はは、お腹の野郎、金を出しぶりやがったな。お前ら飲んでてくれ。元締めは？ほらな、向かいの旦那が相手をしてくる。これ先生。もういよいよ、最後の仕上げでございます。これで丸笹一家はこの街道筋一番の問屋場にのし上がれるというわけか。向井様は両国のお城を稼ぎしてご就寝のお仲を。権蔵、全てはお前のためを思っての向井様のお取り計らい。勘定奉行下島様病気引退の後は向井様が次のお奉行職。よく分かっております。それならばこの手前どもも精一杯お勤めをさせていただいております。今まで六里一家の二億里の品をさばいた金の六分は向井様に。だがな、吠えた峠の不始末は。お許しくださいまし。
とんでもねえすっとんきょな旅の侍に現場を見られちまったんだ。まさか尻尾を。ご懸念に及びません。いざという時の手はちゃんと打っております。あの吠えたとあげのしくじりのお詫びに。はい。こんばんは。元締めのお気持ちはよくわかりますが、時が時だけに力になる者は一人でも多く、味方にしといた方がよろしいんじゃありませんか。あの侍はどう見てもお役人じゃなさそうだし、ええ、きっと賞金稼ぎでさ。さっきの手配書じゃ賞金の額は20両でした。うちでそれに見合った金出しゃ、あのお侍力を貸してくれると思うんですがね。よろしかったら、あっしからお侍にお話してまいりましょうか。正蔵、お前だけには話しておくけど、このところ弁償弁償でお侍を雇うようなお金なんてありゃしないんだよ。すいません、年甲斐もなくつい夢中になっちまいまして。大丈夫だよ。うちの人が死んで2年、曲がりなりにもお前と私でやってこれたじゃないか。ゴケの踏ん張りって言うだろ。これからだって人の力を借りなくったって丸笹なんかに負けやしないよ。へい。ゴンザレスを追うのだ。そのためには金がいる。どうしても金が欲しい。腰抜けばかりかい。ちくしょう。おい、みんな腰抜けども笑ってやれ。
待て。昨日は弟がえらく世話になったな。今からそのお返しをさせてもらうぜ。刃を交えての喧嘩沙汰、不発至極、早々に立ち去らんと即刻召し捕るぞ。やったのは旅侍。もうすげえ野郎で、見ていた足の首まですっ飛ぶんじゃねえかと思ってゾッとしてきた。でその旅侍は、向かいの旦那が立花へ連れて行きました。しらじらしい言い訳。いずれにしても宿場を騒がした罪は重い。きっと昼寝してくれる。ここんとこはどうか足に任せておくんなさい。旦那方あちらへ行ったり行ったり。あっしや中馬業者は物騒な道中、人様の大事な品物を運ばなくちゃならないんで、あなた様のような腕の立つ方についてもらわれと商売になられて。百両じゃご不満で。確め、これでいかがだ。150両。ありがて。わしは亡くなった旦那様から店のことをくれぐれも頼まれていたんだが、わしの力じゃもうどうにもなりません。お侍様、どうか力を貸しておくんなさい。お願いいたします。ずっととは言わしません。せめて明日の加賀様の入会の時だけでも力を貸していただきてんでさ。中馬業者の観察のかかった大事な入会、どうかお願いいたします。力を貸しておくんなさい。帰りなさいまし。どうしたの。え、おとじめ、あの旅のお侍丸笹一家に。しょうがないじゃないか。でもあのお侍が丸笹一家に回ったとなると。しっかりしておくれ。笹屋の宿で
この街道一帯の旅人さんのお世話からお大名行列の友揃えまで仕切ってきた六里一家じゃないか。へえ。明日の加賀様の荷送りの裁量は私がするよ。今夜はみんなに存分に飲ましてやりな。元締め、心配しなくたっていいんだよ。六里一家はどんなことがあったって命を懸けて守ってみせるよ。元締め、わしに力がねえばっかりに元締めに苦労のかけっぱなしで申し訳ありません。みっともないよ。男が泣いちゃ。恐れ入りますが、この度の償いを足りませぬか。お仲、あの荷物どれだけの値打ちのものか分かっておるのか。でも荷物は谷底にそのまま。おなか、己の落ち度を棚に上げてようもの々と。そのお詫びのためにこうして。向井様、両三度にわたる私どもの荷送りの妨害、誰が何のためにやっていたか大方の察しはついております。悪あがきはみっともないぞ。でも道中治安を取り締まりをなさいますのは勘定奉行手代の向井様、それが犯人も挙げず。言葉が過ぎるぞ。恐れ入ります。でも私には腑に落ちぬことが。泣き言はやめろ。それよりも素直に向井様のお情けにおすがりしたらどうだ。何事もお前の心次第、わかるだろう。失礼します。おう、六里の姉子、向井の旦那に泣き寄りに来たのかい。まあ男勝りと評判のおめえさんのやり口とっくに見させてもらうぜ。みんなどうしたんだね。今夜はゆっくり飲んでおくれて言ったじゃないか。さあ元姫さん、泣きっ面ごめんだよ。さあ、少佐。申し訳ありません。元を正しはれっきとしたお武家様のお嬢様が。およし、それは言わない約束だったね。さあ、お武家と言ったって裏長屋で傘張りをしていた浪人の娘。さあ、そんなことよりどんどん飲んで、明日は大事な仕事を控えてるんだからね。元締めさん、バカだね。頼りにしてるんだよ。え、さあみんなも。さあ、はい、さあ。お待ちどうさまでした。それがどうした。この街道筋もどうやらヤバいぜ。ビクビクするな。だってよ、分かってる。丸笹の権蔵から金を踏んだくって上方へ飛ぶ。雪釣りの縁だ。一杯どうだ。断るというのか。やろう。
先生、明日の朝は大仕事だ。明け睦までに来とくのだよ。これは月野先生、さっきお使いをいただきまして、うちの親分は大喜びで。今の男は？今度親分が用心棒として。面白くない。あの男は我々と同じ仲間だということは面白くないんだ。あの男を敵に回して存分に叩きのめしてやりたい。俺を見た奴の目の光、尋常ではない。奴もひょっとしたらこの俺を。だったらなおのこと、今片付けてしまえばよかったんだ。まあよかろう。権蔵のところにいると分かったんだから、今夜の挨拶はたっぷりとしてやる機会はいくらでもある。お侍さん、お願いだ。どうかうちの元締めの力になっておくんなせ。元締めは元お武家様の娘だったんだ。無事筋をなりふり構わず六立家を守り通してくださったんだ。お武家様、お願いだ。わしらに力を貸しておくんなせ。お侍様、お侍さん、お侍様、みんなよく聞け。いよいよ明日は六里一家に大手をかける。こちらはな、みんなも知っている伊庭流監察犬の厚木先生だ。こちらは先生の友達の吹屋の名手、久靴の十蔵さんだ。牛の旅侍を雇ったそうだな。気を悪くなさらないでおくんなせ。今度の仕事の最後の仕上げだ。まあ一人でも大いに越したことはねえと思いまして。それでも不足か。押し侍にいくら出した？何、大したことありませんよ。奴に出した3倍よこせ。え？お前の仕事の仕上げは俺たち二人でやってやる。よいしょ。おやさん、
ちょっと代わっておくんなさい。へっ。お前さん、行ってきます。元締め、出発の用意ができました。そう。みんな、今日は元締めもご一緒だ。ご苦労さん。今日だけは六里の看板にかけても無事吠えた峠を越えておくれ。いいな、命にかけてもこの荷物を無事送り届けるんだ。さあ出発だ。行くぞ。お篠さんで小屋にいませんで。何？いねえ。みんな、増えた峠だ。油断するんじゃねえぞ。俺の申し出を受けてりゃ、こんな荒領事はせずに済んだんだ。今までのことは、みんなお前の企みだったんだね。笹屋の宿には二つの中盤業者はいらねえんだ。気の毒だが、たった今から六里一家は消えてもらうぜ。長蔵、構わないからお行き。おい、やめろ。これが見えねえのか。元締め、てめえらよく聞け。たった今六里一家はこの世から消えたんだ。てめえら両家を入れ替えて丸笹一家で働きてえというなら命まで取ろうとは言わねえ。どうだ。うるせえ。てめえのようなところで働くくれえなら死んだ方がましだい。他に死にてえやつがいたら早めに申し出ろ。そのバカはここにもいら。何？元締め、あの世で旦那に会ったら姉さんは一生懸命よくやんなさったと伝えておきやす。大事な時に力になれねえで許してやっておくんなさい。他に死にてえやつはいねえのか。そうか、そんなに知りてえのか。その方がこっちもサバサバしていいや。旦那、玉方ね、試し入れるつもりで思うつもやっておくんなさい。待って、元締め、お前さんの欲しいのは
中馬の監察だろ。それがどうしたい。みんなの命と引き換えに渡そうじゃないか。元締め、そいつはいけねえ。正蔵、お黙り。やっとその気になったな。早速もらおうじゃねえか。ありがとうございました。待ってください。せめてお名前だけでも。
情けの一つ。